こんにちは、ニコアミです。前のね、四つ葉のクローバーを編んだ時に言ってたんですけれども、ちょっと右腕をね痛めていて、編み図だけの動画になっちゃうんですけれども、よかったら見てくださると嬉しいです。じゃじゃーん、T シャツヤーンを使ったポーチです。これね、だいぶ前に編んでたんですけれども、なかなかね動画にできなくて、ちょっと大きめのスマホが入ってます。 iPhone の 6S とかって結構ちっちゃいじゃないですか。ああいうのだとちょっとブカブカになっちゃうと思うんですが、 T シャツヤーンなんでね、ごっついんですよね。安定感があります。まず材料なんですけども、 T シャツヤーン、デニム2玉、白3玉ぐらいです。大体です。以前ねポシェットを作ったんですね。その時の余り糸で作っているので使い切りたかったんですよね。なので段の途中でもう色変えてたりします。新しい糸と古い糸をこうやって結んで、でこのままも編み込んでって、この結び目が表に出てきたら裏からこう引っ張って、この結び目を裏に隠してます。使用かぎ針はジャンボの 8mm です。で T シャツヤーンはね、この白はダイソーさんの T シャツヤーン で下はセリアとかキャンドゥさんで売ってるデニムヤーンを使ってます。このねボタンはセリアさんとかキャンドゥさんに行くと売ってます。直径3センチメートルくらいのボタンなんですけれども、金と銀と両方あってね、すごいおしゃれですよね。なんですが針がね通らないものなので、まあ自分でこう糸通してつけるっていう感じにしてます。もう後ろでしっかり結んでます。ギュッギュッて。で作り目は12目でスタートしてるんですけれども、まあ人それぞれ作りたいサイズがあるので、ここは調整してみてください。本体の編み図になります。最初12目鎖編みを編んだら、立ち上がり1個編んで、で細編みをドゥルドゥルっと編んでいきます。でこのね青いところですね、この端っこのところでね増し目をしてます。で2段目も増し目をして、もう3段目から増し目なしでズズズイと編んでいってます。でまあお好みでこの筋編みですね。で今回は全部で10段編んでます。そこをね編むのってすごい、この増し目するところでねわけわかんなくなっちゃうと思うんですけれども、とにかくこの段数マーカーを使って、一番最初の目に段数マーカー使ったりとか、この端っこの目のところと、この端から2番目の目のところに、段数マーカーをつけておいたりとか、その増し目するところと増し目しないところの区切り目がなんかわかるように段数マーカーを駆使するといいかなというふうに思います。この底のね動画っていろんな方が出されていて、どの動画もすごくわかりやすいので、動画の下のね説明欄にリンクを貼っておくので、チェックしてみてください。3本ぐらい見るとね、あーっていう感じでねわかると思います。でこのボタン穴のね付け位置なんですけれども、ちょっと編み図では示せなくて、というのもだんだんねこうやって遮光していくんですよね、段のねところがね。なので編み上がったものをねまずピチッとこう床に置いて、真ん中ら辺ここだなっていうところに印をつけて、5目ですね、これ5目で、編んでってます。このボタン穴 のところは新しく糸を足して編みます。で立ち上がりの鎖編み1から始まって、細編み5個で、立ち上がりの鎖編み編んで細編み5個で、これを 1,2,3 段ぐらい編んで、で次ボタン穴を作ります。で鎖編み3つぐらいで入ったので、まあ使うボタンによって調整してみてください。で鎖編み3つ編んで、で最後細編みを編んでます。でこれのね編み方動画を見てみたいなっていうコメントがめっちゃ多かったら、腕が治った時にちょっと作ってみようかなと思ったりします。ということでちょっとね今回編み図とポイントだけの解説だったんですけれども、しばらくねこんな感じでちょっとやっていきます。かぎ編み始めたばっかりでよくわかんないなという方はね、こちらエコタワシの動画とか結構アップしてるので、ちっちゃいのでねまずは始めるといいかなと思います。ね、試作箱っていうのがあって、上に乗ってる袋3つありますよね、あれパンパンに入ってるんですけども、あの中に試作がねめっちゃいっぱい入ってて、
動画にできてないものがね、てんこ盛りなんです。編水でちょっと紹介することも多くなるかもしれないんですけれども、お付き合いいただけますと嬉しいです。T シャツやん、どうなんですかね。冬でもこういうポーチって持ちたい感じですかね。まあ、こういうのってあんまり秋冬とかオールシーズンいけるのかな。ここら辺にファーで細編みとかをすると、ちょっと冬仕様になっていい感じなのかな。で、今ね、9月の初めに撮影してるんですけれども、100均に行ってもまだまだ T シャツやんが結構置いてあるので、興味のある方はね、チャレンジしてみてください。以上、スマホケースポーチでした。最後まで見てくれてありがとうございます。動画の下の説明欄にもちょこちょこっといろいろコメント書いてたりするので、よかったらご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつも見てくれてありがとうございます。